はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、機動戦記ガンダム0083スターダストメモリーステージ4阻止限界点、やっていきたいと思います。ではスタート。コウ・ウラキとアナベル・ガトー、トリントン基地の2号機強奪から始まった2人の因縁は、核の激震冷めやらぬソロモン宙域で再び激突した。2機のガンダムによる激しい戦いの末、両機は相打ちとなり大破。これによりガンダムが引き起こした事件は全て終わりを迎えたかのように見えた。だが星のクズ作戦はさらなる段階へと移行し、シーマ艦隊は移送コロニーを奪取、そして奪われたコロニーは月へとその進路を向け進み始める。コロニー落とし、これこそが星のクズの真の目的であった。突如もたらされたその状況は、コウたちをまたも戦いの場へと駆り立てる。最悪の事態を防ぐため、地球連邦軍は即座に月へ向け艦隊を出撃させるものの、コロニーは突如その軌道を地球へと転換。艦隊の推進剤は切れ、追撃を断念せざるを得なくなる。コロニーが地球への落下コースに向かっていく中、奇しくも極点に位置していたアルビオン隊は、ラビアンローズよりガンダム開発計画の最後の一機である3号機を受領。阻止限界点へ向けてギリギリの追撃を開始する。阻止限界点、それはコロニーの落着を防ぐ最後の攻防。ここを越えて人は運命を変えることができない。そしてコウとガトーもまた、刻々と迫る限られた時間の中で、互いの宿命に翻弄され、デラーズ紛争の最後の戦いは今幕を開けようとしていた。宇宙世紀 0083 11月10日アクシズ。これはアクシズの士官か。アクシズってでもさ、人手不足なんだよね。そう、打って出る力がないんだよ。てか結構おっさんもいっぱいいるね。なんか新兵ばっかりなイメージがあるけど。大義、寒い。ここにあと何年。ハーマン様、阻止限界点。南米ジャドロー、推進剤を使い果たして、まあ、ガソリン切れみたいな感じか。よくさ、この時代にさ、ガンダム3号機
作ったよね。コロニーの推進剤とか、コロニーとかってどうやって動いてんの？第三機動艦隊、距離3万、地球連邦軍のさ、本当にお偉いさんたちってさ、どういう風に構成されてるんだろう。おお、宇宙でも一応揺れみたいなのは感じるんだね。まあ別に宇宙のことは詳しくないけど、無重力だからね、速度さえ出せばあとは一定のスピードで進んでいくっしょ。アクシズの艦隊より通信が入っております。一応通信できるんだ、アクシズからここまで。多分結構距離あるよね。こいつら友達か何かかな。ああ、兵士を回収してくれと。アクシズム、よくノイエジールなんて作ってたよな。到底間に合わん。最優先事項はコロニーを地球に落とさないことか。やられっぱなしだね。コロニーまでの距離約2万。約2万とかさ言ってるけど、これ何、2万メートルってこと？あ、違う、2万メートルのわけ、2万キロってこと？やっぱり試作さん動きでけえな。まあ俺も今試作さん動き持ってるけどね。あ、そっか、ここでドラッツェが出てくるんだっけ。カリウスはまだ生きてんのか。コロニーを落とさせるわけにはいかない。
よくわかるね、ガトーが乗ってるって。一応浦木将一人か。そろそろな、戦艦もボロくなってきたからな。未だにザンジバル使ってるからな、ホワイトベースと。変えたいな。でも変えるべき戦艦はないからね。アーガマくらいまで待つか。ガトー撃破、甲賀ガトー撃破。まあ、試作3号機は別に強いから足並みを揃えていれば全然大丈夫でしょう。また例によって落ち着いていくか。このターンはちょっと様子見で攻撃範囲だけ確認するか。メガビーム砲が長いね。よし、 OK。でビームライフル。邪魔をするな。大型ビームサーベル、ちょっと見てみよう。そろそろ終わりにしてくれるわ。これならよくかわしたな。ここで引いたら負ける。前に出るんだ。うわ強っドラッツごとき一撃か。あ、一応こっち向くんだ。まあ、そもそもねドラッツが弱いからね。絶好の獲物だな。まあさすがにガトーは来ないか。だとこの戦艦だな、積んではない。ではではでは、そうブラウブロに乗り換えたんでブラウブロのレベルを上げていかないと。一人で倒していこう。でも一番当たるか。経験値は191か大して入らないな。でこれはもう3機倒していきましょう。あとはあいつをねギャンで倒そう。ギャンで大型ビームソード7500か。で援護は入れよう。ガゼ、ビームキャノンのミサイルと。で買いましょう。でサンジバルは進めるか。ここら辺まで進めよう。であとこっちの部隊どうするかね。試作3号機レベル上げるか。アムロ、こいつはビームライフルで絶対大丈夫だよね。うん、みんな大丈夫だ。攻撃力を底上げしてるからね。試作3号機がさ並ぶとすげえな。砲台とかさ突き刺さってるよね、こっちの試作3号機に。あ、しまった、ここにいると戦艦の移動の邪魔になるな。まあいいや。で、浦木は足並みを揃えてこうやって見に行くか。ビッグドム、マイクロミサイルでいいかな。ヒットポイントがね、めちゃくちゃ高いからね、そもそも。甘いな、
むざむざ行かせると思ったか。ほら、そんな期待では俺は止められん。強っザンジバルを狙ってきたのか。期待そのものは弱いからな。敵はよし、とりあえずレベルアップ。こいつ何レベルまで上げるんだっけ、そもそも。これも反撃していこう。なんか大して辛くはないね。全然敵の数も少ないし、戦艦にモビルスーツが乗ってるわけでもなく、なんか割とサクッといけそうな気がするんだけど。メガリシ砲、超強気。ブラウブロ、何レベルまで上げるんだ。あっちでした、こっちか。どっちを作る、エルメスを作っていくか。で、戦艦も破壊しよう。これはピンポイントで一撃でしょう。これで3レベル、できれば4レベルにしたいな。やっぱりね、マスターユニットばっかり活躍しちゃうんでね他の機体がね、なかなかレベル上がらないっていう。あそこのドム部隊は自分らで倒したいな。まずはそうだね、秘策2号機ちょっと出してみようか。アトミックバズーカとかすげえな。アトミックバズーカちょっと直撃させよう。エネルギー多分めちゃくちゃ使うんだよね。アトミックバズーカがピンポイントで入る位置に行きたいけど、いいか、いきなり撃つか。1万、当たってくれよ。 89%。甘く見ないことだ。逃がさん。すげえ、うん、これで終わりだとはな。なんだと、こんなことが。あんなの直撃受けたらマジ無理でしょ。多分エネルギーめちゃくちゃ使ってるな。さらに防御ダウンの効果か。経験値は424入ってるね。まあやっぱり戦艦を倒すとかなり入るな。ハトミックバズーカの射程ってどんなんだ。こんなんか。なかなか難しい射程をしてるね。これってこの範囲だったら全員当たんの。エネルギー150って全部使うじゃんでも一応まだビームサーベルで攻撃はできるか。帰ろう試作2号機の力、見たから。あとはペイルライダーだな。ペイルライダーは6まで上げないといけないから、サク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 倒していこう。ザク2など敵ではない。2体倒して帰ろう。レベルは上がらなかったね。で、あとはブルーディスティニー。ブルーディスティニーはね、攻撃力をね上げていかないと。かなり火力不足だからな。で、戦艦をちょっと進めて、
攻撃が入るね。ちょっと倒したいな。カリウス 59% か。回避された。さすがと言っておこう。ここはやはり、ネティックスのレベルをもう1レベル上げようか。ビット。ここまでか。よく頑張ったよ。ラダーは9レベルか。精密射撃カーエロで、アムロで倒すか。あのドムはノイエジールってアイフィールド持ってたっけ。なんか持ってたっぽいんだよな。攻撃力やっぱすっげえな。もう一個上げなきゃダメか。アムロは14レベルか。なんだかんだで活躍してるね。2万2000だよな。このターンで倒したい気もするけど、みんな動いちゃってるからな。次のターンで倒すか。だからここは減らすだけにしよう。まずはマイクロミサイルだね。こっちのマイクロミサイルは5000しか減らないから普通に攻撃しよう。アナベルガトー、邪魔をするな。12000、全然強えな。どうする、やめとこう。ビームライフルとかどう。やらせはしないガトー。ジオンの魂を具現化したこのノイエジール、連邦の期待ごときに押されません。来週一色とはこのことか。落ちろ。まだだ、まだ勝負はついちゃいない。完全に直撃を受けたな。チャンスはこれしかない。さすがアイフィールドがあるから全然当たらんねえ。アイフィールドって格闘戦は大丈夫だよね。ビーム射撃だもんね。セルスか。一応大型ビームサーベルで攻撃をして倒そう。さらばだガトー。我々の戦いはもはや誰にも止められんのだ。おのれ調子づくな。あれ倒した、倒してねえし。ミサイルにしよう。4500、ミサイル4900だもんね。6800あんのか。大丈夫か。我々の戦いはもはや誰にも止められんのだ。おのれ調子づくな。もしかしたらこのセリフをもう一回聞く羽目になりそうだ。8000、大丈夫だった。アルビオンが到着した。まあ確かにね、いくら試作3号機とはいえ一人では無理でしょう。
第一機動艦隊戦闘を停止した。どういうことだ。シーマ、黄色くなっている。阻止限界点は超えたんだ。ソーラーシステム、ノイジールが接近。これ中の状況とか見れんの？ノイエジールから。行け、ガトーよ。わしの屍を踏み越えて、俺の屍を越えて行け。だっけ。だってさ、他のクルーとかも乗ってるでしょ。いくらデラーズフリーとかさ倒されたとはいえ、だってアルビオンが200何人乗ってたって言ってたもんね。あの戦艦だってさ、それ近くのクルーが乗ってるはずなのに。バスクオム、軍閥政治って何？展開率 70%。81%。 遅れ！ F4、F5、F6、フォーカシングスタンバイ。 L15、アレイチェック急げ。スペースコロニー、距離4000。ソーラーシステム2、照射70秒前。カモン、やれ。
目標撃破ならず未だ健在です。だからもっと待てって言ったんだよ。まったく。ガーベラテトラ。内科艇の使用。軍から給料は出ませんぞ。アンノウン来たね。え？あそこ？ちょ待って。で黄色の軍隊は別に敵じゃないよね。Gラインアソルトアーマー。いいの持ってきたね。ちょっとその前にアルビオン危険だよ。こんなとこにいたら。どうしようかな。じゃああれコウ・ウラキに任せようかな。いやでもな、経験値すごいからね。アムロに任せよう。行く間には。多分接触するでしょう。ノイエジールはやっぱりウラキをぶつけるか。一旦回復させて戦艦をもう少し前に出そう。ザンジバルももうちょっと前に。あと戦艦にモビルスーツが入ってるかどうか。入ってるね。ドラッツェか。あんまり金にはならなそうだな。ただモビルスーツの質自体はあんまり良くないね。上も倒せってかもしや。どういうあれなんだ。まあ、こいつらは狙ってくるよね普通に。結構食らうね。勝敗条件、敵軍ユニットの全滅。これ赤い敵軍ユニットを倒せばいいってことでしょ。まずアルビオンはちょっと下げて、でガンダム3号機いけ。微妙に倒せなかったのか。いくつ残った。93とか。まあいいや。ブラウブロだな。あれ戦艦の援護が入らない。少し戦艦のレベルも上げたいからな。で戻ったらこのままここで待機だな。で帰ろう。ここもアムロは出てるから試作2号機エネルギーを上げたいね。アトミックバズーカを撃つために。こいつ本当にアトミックバズーカ一発だよな。エネルギーをどんどん上げていこう。ビームライフル的なものがないからね。そこがね、まあそれあったらめちゃくちゃ強いでしょっていうのはあるけどさ。エグザム使ってかつビームサーベルで支援をかけると。エグザム使っても一発で倒せないか。そうすると
テイルライナーも出そう。スティームライフルのこいつは攻撃できない。二人でやれば怖くない。テイルライダーもなかなかレベル上がんないな。帰ろう。よし、これでいいでしょう。こっちを狙ってきたか。もはや誰にも止められません。うおー、それ何に買うな、やっぱり。バズーカーもやっぱりそれなりに食らうよな。もうこいつはさ別に動かなくていいんだけど。そしてさ、なんでさこの紫のやつはさ黄色を狙わないの。よし、これでビームサーベルで倒そう。これ別に黄色狙えないよね。ちょっと狙ってみよう。狙えるな。何これ、倒すの。え、マジで。そうするとちょっとめんどくさいよ。さすがにめんどくさいよ、それは。だって協力するんじゃないの。ちょっと待って、ちょっと待って。でもそう考えると敵少なすぎだもんね。解凍してちょっと上に向かおう。今さら感はあるけど。でアルピオンは下げて、じゃあちょっと一旦後方に戻りつつ敵をおびき寄せるか。ブラブロ、であとブラウブロがノイエジールを殴ってどれだけ当たるかだよな。さすがに死なないとは思うんだけど。1万4000あるし。くらえ、スーパークリティカル超弱え。マジか、ノイエジール強え。硬すぎるな。ここのチームでなんとかするか。大型ビームソード、ほら痛い、強い。ビグルーフも出すか。出せるとこなくね。これ何が強いの、大型ミサイルか。ほら5000、防御力ダウン、いいね、回避できた。最後は裏気象入れガートを倒す。ガト、ここで決着をつける。腐った連邦に属さねば貴様も苦しむことはなかったろうに。さらばだアナベルガト。ガトを倒したことによってテンションが上がった。気持ちはよくわかる。あとここだな。 G04 もね、思ったより火力が出ないんだよね。ジムカスタム、ここら辺のやつら久々だな。よし、レベルアップ。
まあ、確かにジムに比べれば全然強いよね、ジムカスタム。多分ジムもオール100くらいだよね。ジムスナイパーカスタム。これはビームライフ。これで倒せるか？全然問題なし。攻撃力とかはやっぱり低いね。そろそろこの時代の戦いがきつくなってきそうだ。追われてるね、ホワイトベース。これ倒せるんじゃない？リックドム、もう戦艦に任せよう。無線攻撃型かわして、やばい。とりあえず回避だ。回避しろ、回避。いやー、これどうなの。確かにシーマを残しておくわけにはいかないからな。これちょっとでっかすぎてあれだな。大型ミサイルでピンポイント、ピンポイント狙って、ブラウフローでオールレンジ攻撃当たるか。これで4レベルになったね。で、このドムはちょっと放っておいて、さてこっからだな。この無最高機型はゲルグが乗ってんのか。ディリマールエンはこれもゲルグ乗せてんのか。サラミスはこれも乗せてんのか。ここら辺みんなパクりたいね、やっぱり。もう一ターン、じゃあこれでいいか。うん、大丈夫やね。アルビオン狙ってきてんの。経験値にはしたいからな、なんだかんだ言っても。普通に攻撃をして、でこいつらをパクるから全部回避でしょ。狙ってくる、狙ってくるね。どういうこと。この戦いは一体どうなっているんだ。ただ挟まれただけじゃないか、前後で。まあでもみんな動いてきてくれるのは助かるな。ちょっと一旦ブラウグを帰還させて、ギャン、かい、ダメだ、全然遠いわ。戦艦を動かして、機動力のあるやつ、ガズエル。届く、これ。ガズエルって結構長かったよね、ビームキャノン。1万あんのか。でも8600倒せねえわ。ギャンとかいけんのかな。全然無理だな、ビグルフだな。だいぶ入り乱れてんね。まあでもこれで下は片付いたから、あとは上だな。とりあえずこのジムは倒しておこう。対空射撃でいいでしょう。おー、ブライトさん20レベル。どうすっかねー。ネティクス5レベル。あ、マーク3か。マーク3作ろう。だからあとはここだな。
こがね難しいんだよね。まあ、プルビスに2号機だと絶対倒せないから、そもそもアルビオン艦砲射撃入らないから1個下がって艦砲射撃を入れよう。まずは 54% かわされた。でこいつどこすっかな、アモドで倒しに行くか。でアムロはまたこっちの方に行って、マイクロミサイル、4レベルで帰ろう。であとはちょっと戦艦で反撃をしつつといったところかな。こっちの部隊はもういいかな。まあ、シナプスが攻撃をしてくれる分にはめちゃ助かるからな。で反撃で減らしておいて、あれこいつ強気だっけ出てくるね、痛い、テンションが下がった。やはり食らうな。さてそこからこのターンでまずこいつは倒す。あれ乗ってる。あれ外出てるどういう状況なんだっけ。まあいいや、倒しちゃおう。ユーカジマだな。これをなるべくみんな射程が入るような感じでして、5000か。あのガーベラテクラをどうするかだな。3人でやれば倒せそうな気がするから、まずペイルライダー、これもガーベラデトラの射程に入るようにして、でさすがになアトミックバズーカーを当てるのもな。パーフェクトガンダムか。これが2連装ビームキャノン 64% か。シーマ強えんだな。ちょ全支援をかけよう。これで、ジャイアントガトリングにして、ミサイルでや。私の動きについてこられるかい。いや完全についてこれないわこれ。でも当たってるね。よし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 倒せなかった。4000も食らうのか。まあいいか、ちょうどペイルライダーの経験値になってもらおう。さらばシーマ様。あれリリマールレーン先に倒した方が良かったかな。なんかセリフ出そうだよね。やられたいのかみたいな。アトミックバズーカぶち込もう。じゃあアトミックバズーカ射程が難しいおらいけー。こいつはもう戦艦キラーだな。アトミックバズーカで戦艦を破壊していこう。っていうかさ、核弾頭何発あるんだよっていう。あ、ジムがいる、あんなところに。このジムは艦砲射撃で倒そう。超強気で、パーフェクトジム出すか。キックとかね
あるんだね。で、ジョニー・ライデンと、まあ、またネクスと2人で攻撃すればあのジムは倒せるけど、そうだそうだそうだ、取っとかないといけないんだこのジム、最後全てを回収するためにということで、このターンはこれで OK。 反撃をするのはいいか、別に1番モビルスーツは出してきた。パーフェクトガンダム、よし、よくかわす。リリマーでない、これも反撃をしよう。ショルダーキャノン当たったらやばそうだな。大丈夫か。で、出してきたから戦艦キラーを出そう。戦艦キラーを、戦艦キラー1人しか倒せないからね、エネルギーの関係で。でこいつらもいたのか。ほら出てくるね。早速食らった。忙しいね、プライトさんも。超強気になったりテンション下がったり。じゃあまずはこの戦艦キラーでギリマールレーン、これを倒そう。ピンポイント、もう一発でいこう。一発で29000。俺たちの家が落ちるのか。エネルギー、エネルギー、せめて2発は撃てるようになりたいな。まあ、エネルギータンクみたいなのつければいいのか。一番手っ取り早いよね。で、あとなんだっけ、遠距離攻撃がエネルギー減るっていうスキルもあるからね。これちょっとアモンに任せよう。隙間がないんだけど、行く隙間が。ここ出たから、ここはちょっとメガビーム砲で倒しておこう。43000か。おお、アムロもなんだかんだでかなりレベル上がったな。この舞台一回変えろう。パーフェクトガンダムとか何でも減ったからな。で、戦艦をちょっとこっちの方に移動させて、で届かないか。ここの戦艦なんとかして倒したかったんだけどな。ネフィクスだけかと動けんのか。てかモビルスーツだらけだな。全然回収してないかな。回収をサボりまくってる。いや、やっぱりさ、サルベージでね、一気に回収するっていうのがやっぱ気持ちいいんだよね。白旗が一気にいなくなるっていう。反撃しよう。ほら出してきた。あ、違う違う、もともと出てるんだこいつらは。これ全員出してきた。1,2,3,4,5,6機。あ、全部出てるね。さて、じゃあこれはミサイルで倒そう。この戦艦9000か。9000無理っぽいな。クリティカルが出て8300だもんね。じゃあペイルライダーは6レベルだから、ペイルライダーで倒そう。ジャイアントガトリング7800。あそこまで減らさないとダメってことか。まあ、レベルが上がってくれればそれはそれでいいんだけど、キャラクターのレベルが上がった。ハイテンション、気合、気合があるとね、確かにね、使いやすいんだよね。じゃあまずパーフェクトジオング、キックしてみよう。キック
私から逃げられると思っているのか。落ちろ。強引だな。各砲座は確保に応戦してください。各砲門開け、敵の足を止めるぞ。遅い。7600か、あんま強くねえな。じゃあちょっとジョニーライデンでロケットランチャーを普通に打ち込めばいいでしょう。で最後にまたテーブライダーで決めると。よーし、レベルアップ。さてさてさて、じゃあ全てを回収するか。いやマジいいわ、サルベージ。すっきりしたね、一気にすっきりしたね。じゃあまた最後は試作2号機アトミックバズーカで決めよう。命中が難しいな。射撃の能力の高いやつを乗せるか。19000とか。金だいぶ貯まったね、40万か。かぐろい夜空を光がゴーゴーときらめいた。灼熱の光の矢となったコロニーがついに眼下の地球へと落ちていく。星のクズのすべてが今終わったのだ。アイランドイーズ、地球に落下します。コロニーの進路は？ジャブロを恐れたようです。なんとか最悪の結果は免れたか。だがこれは全て連邦の無策と楽観が招いた事態だ。ツケは随分と高くついたな。時に宇宙世紀00831月13日エギー・ユデラーズによって計画された一連の事件は、地球軌道上のデラーズフリートの壊滅と星のクズ成就という形で終結を迎えた。大気との摩擦で輝くコロニー、それは己の正義と歴史の変革を信じた男たちの魂の輝きなのだろうか。星のクズが見た夢は大地へと落ちる。だが皮肉にも歴史は彼らが思い描いたものとは逆の方向へと歩み始める。帰り見ろ。今回の事件は地球圏の性質を無双した一部の楽観論者が招いたのだ。デラーズフリートの決起などはその具体的一例に過ぎる。また北米大陸の穀倉地帯に大打撃を与えたスペースコロニーの落下事故を見るまでもなく、我々の地球は絶えず様々な危機にさらされているのだ。地球、この宇宙のシンボルを揺るがせにしないためにも、地球、真の力を再びこの手に取り戻すため、スターンズは立つのだ。スペースノイドを弾圧するための組織ティターンズを結成させるという結果を生み出す。それに伴い、コーエン将軍の管理下にあったガンダム開発計画は公式の記録より抹殺された。時代を駆け抜ける嵐のごとく過ぎ去った星のクズは、連邦軍の威信を重んじる者たちの手によってその存在を静止から消されたのである。
あまりにも重く、そして苦い結末。勝利者など誰一人もいないまま、デラーズ紛争と呼ばれた戦いは終焉を迎え、歴史の闇へ消えた。リリマールレーン、お、アナベルガトー、これは GP02 に乗せるしかないでしょう。改良型ウェポンコンテナ1500か、だいぶ上がるな。ではではでは、また例によって、まずは捕獲から、G ラインスタンダードアーマー、これちょっと確保しておいて、あとはいらない。めちゃくちゃ金入るな、本当にめちゃくちゃ金入るな。でこいつはエルメスにして、エルメスからキュベレー系を作っていこう。キュベレーは作ったから量産型キュベレーを作ろう。まずはエルメス。このジムカスタムはどうなってんだ。あ、もうジムクエールとかね、次ゼータガンダムになるから使っていこう。こいつどうしようかな。ジムガードカスタム、ジムスナイパー、生産登録はされてないな。この辺マジ弱いな。でギャンもまだレベル上がってない。ギャン長えな。試作3号機、あれこれ5になると何なんだっけ、わからん。あ、待機した。ちょっと待って、ちょきついな。ブルーディスティニー2号機が結構きつくなってきた。パーフェクトガンダムな。あ、これはあれか、普通のロケットシステムとビームバズーカ。いや、やっぱアトミックバズーカでしょう。ガーベラテトラ、ガーベラテトラもな。いやー、どうしようかな。パーフェクトガンダム外して、とりあえずこいつは開発しよう。ガーベラテトラを開発して、でパーフェクトガンダムを置いて待機させて、どっから作ったっけ、普通の、あ、試作2号機、これをもう一機作ろう。よし、これでいい。で、ペイドライダーは、通りスリッターか。これ作ろう。こいつの開発は ?4 と5が謎だね。で、こいつは、ガンダムマーク、3じゃなくてマーク4か。これマーク4を作っていこう。でそこから、そこからもういないか。で次ゼータガンダムになるから、ちょっと開発、ユニット管理の開発、マーク2の試作0号機、これを普通のマーク2にして、後で入れるでしょ。とりあえずそんなもんか。あ、キュベレーとかも入れられんね。まあもう少し細かい編成は後で見直すとして、あと作れるのは特になしと。シーマ、はい、というところで、スターダストメモリー終了しましたので、次回はいよいよゼータガンダムですね。ようやく来たっていう感じですけれども、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Facebook じゃなくて Twitter のフォローとしていただければ幸いです。